サンダースロー SR-177 レッドトップミサイルを装備した SR-177 サンダースロー SR-177 は1950年代にイギリスで計画された迎撃戦闘機 SR-177 は1950年代にイギリス空軍とイギリス海軍が共同して計画したジェットエンジンとロケットエンジンの複合動力を用いた迎撃戦闘機である 当時の西ドイツもまた、この計画に興味を持ち、量産された場合は大量購入する予定であった。しかしながら、西ドイツ政府は、ロッキード海 -104 の採用を決定し、この計画から降りてしまい、SR-177 の開発は1957年にキャンセルされた。西ドイツからの発注がなければ、イギリス政府は、 この計画を完成させるための予算が確保できなかったためである。後年になって西ドイツが計画から降りたのは SR-177 ではなく、解 -104 を採用させるように、ロッキード社がドイツ政府交換へ支払った数百万ドルの賄賂の結果であったことが明らかになった。さらに運用要求解155に基づき、 さらに大型の SR-187 も計画されていたが、これもプロトタイプの初号機が90%程度完成したものの、1957年にキャンセルされている。原型機であるサンダースロー SR-531952 年、サンダースロー社は SR-177 と同様のコンセプトに基づく、サンダースロー SR-53 の契約に成功した。 しかしながら、開発が進むにつれて、設計上の問題点が明らかとなってきた。特に、第二次世界大戦中のナチスドイツのロケット戦闘機と同じく、ロケットエンジンの燃料消費率が大きいため、航続距離、航続時間が不足していた。しかしながら、併用するターボジェットの水力が増大しかつ効率も改善したため、実用的な性能を得られるようになった。 SR-177 は SR-53 の発展型であるが国防省との契約が成立した時点で新しい開発番号が割り当てられた。両者の最も大きな違いは SR-53 と比べて SR-177 の Z エンジンは5倍近い水力を有していることである。このことは SR-53 は ロケットエンジンを主として上昇のために使っていたのに対し SR-177 はロケットエンジンの使用を節約し目標に対して急加速する際に使用できることを意味した。航続時間が増加したため SR-177 は純粋な溶撃機としてだけではなく攻撃機、偵察機としても使用することが期待された。新しいエンジンを搭載するため機体は 大型化され、操縦席下に設けられた大型の空気取り入れ口のため、SR-53 の流線型の形状は損なわれた。1956年7月には27機分の予算が確保され、1958年4月には初飛行が予定された。しかし、1957年国防白書に示されたように、友人軍用機はミサイルにとって変わられると、 イギリスの防衛思想が大きく変更された。1957年の終わりに、モックアップからやや進んだ段階で、計画は中止された。ただ、海軍の計画は直ちには、キャンセルされなかった。西ドイツからの発注を期待して、計画は多少延長された。イギリス軍事省は、 予定されていた6機のプロトタイプに対してご気分の予算を与えたが、結果としては1機も完成しなかった。西ドイツ政府は優先順位を溶撃機から攻撃機に変更したため、サンダースロー社はその目的に合うように設計を変更した。さらに、ロールスロイス社がデファビランド社製のエンジンをロールスロイス RB153 ターボジェットエンジンに交換するように、 西ドイツ政府を説得したため、SR-177 の設計はさらに変更された。ハインケル社が SR-177 のライセンス生産を行うことになっていたが、1957年12月にはドイツも手を引いてしまった。西ドイツは政府と民間企業であるサンダースロートの交渉ではなく、政府同士の交渉を望んだため、 1957年11月には、軍事大臣が西ドイツを訪問した。結局、西ドイツ政府は、高高度偵察、戦術爆撃、全天候戦闘機という目的に合致するとして、他の西欧諸国と同様にロッキード海 -104 を採用した。このロッキードの正規の取引として知られる。 見事な戦略は、しかしヨーロッパにおいて政治論争を巻き起こし、ドイツの国防大臣、フランツ・ヨーゼフ・シュトラウスは危うく辞職させられるところであった。後の調査によって契約を確実にするために、各国の交換に多額のインセンティブを支払うという手法は、ロッキード事件と呼ばれることになる。オランダのベルンハルトをハイデンカは、100万ドルの賄賂を受け取ったと告白している。 イギリス空軍と西ドイツが計画から離脱したことにより残ったイギリス海軍用の需要だけでは計画を続けるには十分でないと考えられ計画は最終的にキャンセルされた結果としてサンダースローは1000人の従業員を解雇することとなった一般用目予定性の武装アビオニクスプラモデルメーカーであるフレイトドッグモデルズ社より本機の1 72スケールのキットが発売されている。デカールは、イギリス空軍型の R 型、イギリス海軍型の N 型、西ドイツなど、輸出型である K 型が選べる。ありがとうございます。